これから出題する問題の正しい答えを回答欄に入れてください。バラバラになっている文字を並び替えて正しい答えを作るクイズのようなものです。正解と関係のない文字も混じっているので見極めて答えてくださいね。ちなみに出題される問題はこの課題に積極的に取り組んだかどうかのおさらいです。ペアを選んだ相手のことをちゃんと理解しようとしたか、どんな行動をとったかも重要になってきます。一見では意味のないような問題に見えても積極性や協調性を評価するために必要なのでしっかり取り組んでください。それでは問題です。正解です。よくできましたね。では次の問題です。もし答えがわからなかったり間違えてしまった場合は、次のどちらかを選ぶことができます。ギブアップですか？仕方ないですね。次はもう少し頑張りましょう。